海。何世紀もの間、人間はこの容赦のない野獣を支配しようとし、失敗してきました。多くの船が世界でも有数の厳しい自然条件の場所に風で追いやられてきました。海との苦闘に打ち勝った船もありますが、多くは任されてきたのです。1834年のことです。ピルグリム号という船がカリフォルニアからボストンまでの航行に進路を定めました。危険を冒して南米を回り、チリのケープホーンを通り過ぎるのです。リチャードは商船隊員としてピルグリム号に乗船するという契約を結びました。彼にとって初めての船の旅です。乗組員はリチャードにケープホーン沖のドレーク海峡と危険なことで伝説のカイロについての話をしました。これは数えきれないほどの船と乗っていた船員が姿を消した海域です。ケープホーンは1526年に発見されて以来、すぐにその付近を航行する人々の間で有名になりました。船員たちの能力、そして船の強靭さが試される究極の海域だったからです。この航海を生き残った人々は、ケープホーンは船員の悪夢であると言います。ベテランの船乗りであるソーダ酒のジャックは、この世界一危険な海路で舵取りをしていました。ジャックは1825年のピルグリム号の初航海から乗船しており、何度もケープホーン付近を通り、海の与える試練から学んできたのです。1年前の航海以来、ピルグリム号には新たな装備が加えられました。今回が初航海だったリチャードは、ジャックの経験を高く評価しており、またジャックはリチャードに自分には自信があると断言して彼を安心させました。ピルグリム号が木製の日本マストの小さな帆船だったにもかかわらずです。木製の船はだんだんと廃れていき、新型の蒸気船に取って代わられることがジャックには分かっていました。ですが彼はピルグリム号の操縦性の方を好み、どんな場合でも蒸気船でなくそちらを選ぶつもりでした。リチャードは船の旅にワクワクしていました。商船隊員にとって大きな、そして魅力的な冒険だったのです。ですが船でよろけずに歩くのには苦労しました。強風でピルグリム号の動きが速くなり、彼は海の洗礼を受けました。ケープホーンでどのようなことが起こるか心構えをする術はありません。そこは陸地としては最南端の南極の近くです。氷の大陸とケープホーンの間には悪名高いドレーク海峡があり、ケープホーンから南極半島までの距離は約1100メートルです。船は強風で止まることなくケープホーンに向かって進んでいます。ですがジャックがリチャードに言った通り、ドレーク海峡に近づくとさらに風が発生します。上後のような地形のため風がより強く、予測が難しくなるのです。リチャードはそれがピルグリム号にどう影響を与えるのか分かりませんでしたが、南米を回って航海するのに簡単なルートはないということは理解していました。数日が経ち、ピルグリム号はチリの西海岸にある数々の島のそばを通り過ぎていきます。海は比較的穏やかですが、リチャードはまだ足がよろけています。優雅に歩くことはできません。デッキはずっと揺れが止まらず上下していて、リチャードはその動きになかなか慣れません。時折急に様々な角度で大きな波がピルグリム号に打ちつけます。すぐに船はケープホーンに近づきました。リチャードは遠くの大きく黒い雷雲の方を見ます。ケープホーンへようこそ、ジャックが半ば笑いながら言います。ですがそのしかめた笑顔はすぐに消えます。その後、待ち受けていることを知っているので真面目な表情に変わります。乗組員がよじ登ってロープにしがみつくと同時に、さらに強い風が船の帆に吹いてきます。南風は変化が激しく強いため、リチャードは必死に船尾の帆を調節します。自分の重要な役目を理解し、ジャックは舵にしっかりつかまります。そして波のうねりに十分注意します。波は船の通る場所のずっと南で、すぐに大きくなるからです。ピルグリム号はケープホーンの近くに来たら絶対に近づきすぎてはいけません。遠くの方に見えていた暗闇が船の周りをすっぽりと包み込みました。荒れ狂う海に抵抗しようと奮闘する乗組員に雹と雨が降りかかります。舵を取るジャックは船長に指示され、船の方向を変えます。気温が大幅に下がりました。水しぶきが目に入るのも気にせず、彼は左舷の船首の方に船を向け、強風の苦しみからしばし逃れることができました。遠くの方に東
霧に包まれてポツンと立つケープホーンが見えます。印象的な眺めです。彼はケープホーンの切り立った崖に沿ってピルグリム号の舵を取ります。だんだんと近づいてきました。この辺りに来ると水深が浅くなるため波は低くなります。ですが角度がどんどん急になるため木製の船はより大きなダメージを受けます。ジャックにはどれほどの波で船国が破壊されるのか分かりません。未だ船尾の帆に配備されているリチャードは海と浮かんで通り過ぎていく氷山をじっと見ています。ほとんどの部分が海の下に隠れているため実際の氷山の大きさは彼には分かりません。ですが氷山が近づきすぎたらジャックに警告するべきだということは分かっています。氷山が一つでもぶつかればピルグリム号の船国は耐えられません。彼はしっかりと横そして遠くを見ます。気をつけなければならないのは氷山だけではありません。この海域では巨大波が珍しくありません。大西洋と太平洋をつないでいてさらに嵐の多い気候なので波が起きやすく巨大波が起きます。ここで立つ波の高さは30メートルに達することで知られています。ほとんどの船が破壊されてしまう高さです。巨大波に出会えばピルグリム号は終わりです。強い海流でピルグリム号の回路は変更されます。まるでホーンが岩の多い浅瀬に船をおびき寄せているかのようです。ゆっくりと船はケープホーンに引き寄せられていきます。ジャックは海流に逆らおうと舵を取りソーダリンを回しています。うなり声を上げて左舷から右舷へそしてまた反対に激しく回します。船長は叫び声で指示を出し続けています。新人にとっては全くわけがわかりません。ですが鍛錬されたベテランのジャックは指示を容易に理解し舵を回してケープホーンから離れた方に航路を再調整します。船長がリチャードにデッキの下の船国をチェックするよう命じます。これまでの間にドレーク海峡の波に強打され船は確実にダメージを受けています。リチャードがデッキに走っていくと他の船員が何かを叫びました。ですが海の音でよく聞こえません。波が船の側面に打ちつけデッキに海水が流れてきます。リチャードは船外に押し流されそうになったところでうまくマストに捕まりました。フロントデッキ全体が海に沈んでいるように見えます。海水が船の側面へ流れ落ちる間マストにしっかり捕まり水がなくなるのを待ってリチャードはケープホーンがゆっくりと過ぎていくのを見ます。ケープホーンはまるで乗組員に何か用事があるかのように今も船を招き寄せています。嵐が荒れ狂い船は未だ海流に流されておりこの戦いが終わる兆しは見えません。嵐はこれまでにないほどさらに激しさを増します。リチャードは被害の状況を確認するため何とか海下へ向かいます。ゆっくりと下甲板に降りリチャードはやっと船のクォーターから船国をざっと確認することができました。ダメージはないようです。ですが中の水位にショックを受けました。海水が腰の高さまで満ちているのです。カップなどが水に浮いています。船の中であっても波から逃れることはできません。リチャードはその意味を理解できず動くこともできずに絶大な力を持った自然が立てる音を聞くしかありません。海はさらに荒々しい轟音を立て波も激しい音を立てながら恐ろしいリズムで船国にぶつかり続けています。ピルグリム号の島でのゆっくりとしたカウントダウンです。リチャードは手すりにつかまって滑りやすい階段を注意して歩きなんとか恐ろしい上のデッキに戻ります。木製のデッキを踏むと不穏な音できしみました。そしてそのうちピンと張ったロープの音や船員の叫び声周りに打ちつける耳をつんざくような海の轟音が聞こえてきました。ジャックは自分の役目に集中して舵を取りまだ風と波と戦っています。さらに氷と霜が加わります。周りの世界が彼の職務の邪魔をしているようです。でもジャックはそれに惑わされません。9日間ピルグリム号は変化し続ける嵐と戦いありとあらゆる障害に直面しました。ですが船はうまく切り抜けることができたのです。嵐を背後に残し船員は最終目的地に向かって進路を北へ定めました。暗い雲の間から覗く太陽はリチャードがこれまで経験した中で最もホッとする光景でした。残念ながらリチャードに割り当てられた食料は嵐の間になくなってしまいました。船では食料がなくなると自分の責任になります。ですが幸い優しいジャックが分けてくれました。